言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。激動の現代社会、その時代の舵を取る企業のトップたちの言霊に触れることで、日本が向かう先、そう、未来が垣間見えるかもしれない。トップの言葉が現実になる。兵庫県丹波市を拠点に不動産業を営むアクティブライフコネクション、丹波地区、笹山地区を中心とした不動産売買や賃貸およびその仲介や管理などを主な事業とし、地域活性のために日々奔走する企業だ。今日はそのトップの言霊に触れる。私とこが丹波市ということでね、私らはずっと生まれ育ったとこや社会に普通に生活しとるんやけども、東大元暮らし言うて結構都会に発信するような内容のことはあるん違うかな思ってね、そこら辺も含めてそういう不動産屋をやっぱり目指さなあかんなというとこと、人間関係やね、売る人と買う人のどっちとも満足してもらうような話に持っていくのがやっぱり私らの仕事やもと思っとるから、きちっと制約になってきた後にね、喜んでもらえるいうのが、あのお客さんによっては涙流して喜んでくれはる人もいてはったから、だからまあこの仕事で良かったんかなというふうには思ってますわ。アクティブライフコネクションの経営心得とは、まあ一つは、企業は人なりを基本としてチャレンジ精神を持って取り組みます。で、二つ、お客様に仲間に、仕事に愛と感謝を持って取り組みます。3つ、お客様の事前期待以上の仕事ができるように取り組みます。4つ、丹波篠山地域の活性化に取り組みます。5つ、面白い楽しい人を元気にする仕事に取り組みます、というのが5つの経営心得なんです。これ私がだから会社をする前に、まあ、自分なりに考えてね、こんな会社にしたいなと、だから一番最初に面接とかさせてもらう時にこれを分かってもらった上で来ていただいたらな、いうようなことも思いながら作ったんですよ。創業から現在に至るまでにピンチはあったのだろうか。ああ、いっぱいありました。いろいろありましたけど、結局そのピンチでこれはもう無理やないで出てきた時に、そこで潰れてしまったらもうそこで終わりなんですよ。だからそれをいかにチャンスにしてやっていくかいうぐらいの精神を持って。アクティブライフコネクション、青木社長の描く今後のビジョンとは。やっぱりその私丹波で育ててもらってるから、なんかここを基本にしてね、もっとその都会の方に発信ができたりとかで、その普通の民家だけじゃなくて、やっぱり会社とかね、来てもらって雇用も生まれたりとかね、そういうふうにしていきたい。起業を考えている方たちへのメッセージをいただいた。もう勇気しかないと思いますけどね。だから結局そのやるかやらへんかだけのことやから、まあ僕みたいなアホでもやっぱりそれはそのぐらいは分かりますよ、うん、何も考えとってもこれどないもできへんやろないうとこはね、うん、青木社長が理想とするトップ像とは。うち来てもらってるね、スタッフの人たちもやっぱり来てよかったなと、一緒に仕事できてよかったなというふうにほんまに思ってもらえるように、僕がやっぱりしていかなあかんと思いますわ。成り上がりいう言葉がやっぱり好きで、悪い方に取られたらなんか生意気というか、そういうふうに取られるようなこともあると思うんです。自分がここまでなりたいとかいうのをやっぱり実現していくような生き方を。不動産業を通じてあらゆる人たちを笑顔へと導く青木社長の見据える未来はきっと輝いている。矢沢永吉さんはもう中学ぐらいのキャロルの時からすごいファンで、ちょっとでもあんな生き方ができたらなと。言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。日本の舵を取るトップの言霊から日本の未来、そして時代が垣間見れたのではないだろうか。